誠知ってたか？安室ちゃん引退するってよ。知ってるわ。はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドのお時間にお付き合いいただきます。今日はね、まこちゃんとお散歩です。ワイズファクトリーといえば横浜。今日ね、夜通、まあ時間が時間なんで、夜のナイトスポット、港横浜、まこちゃんとご案内したいと思います。じゃあ、まこちゃん、ヒューミングガソリンスタンドからです。いいね、おーいいね、いいね、いやいいよいいよ、うん、ウインカー消し忘れてなかった？大丈夫？やべ、廃屋、廃屋を入れるなんてもう何年ぶりなんだよ。さあ行きましょうか。ガソリンも入れたし、廃屋入れちゃった。 6.14 リッター1000円分、現金でよっこらっしょ。でもゲージは満タンになっとるね。よし行くよ、レッツゴー。はい、今環状2号線走っておりますけどね、目の前にまこちゃん水州、GSX-R のフィーリングね、まあまあ 125cc でどかいなと思ったけど普通に走りますよね。本当ね、3、4000ぐらいで繋いでって別に普通に乗っかっ、この速度域ね乗っかってくるし、特に今のところ不満もなく。今のところ特に不満もなく。ちょっとやっぱケツ硬いかな。あ、街中であんまりしのごの言ってましょう。もう十分な、十分なクオリティです。これがリミットがどうなんでしょう。1万1500ぐらいなんですか。なんか 4,5 千ぐらいで繋いでて普通に流れ乗れちゃいますね。すげえな、普通に走んなこいつ。まあ、ちょっとギアの選択間違えるとね、ちょっとさっきもわーっとしたなと思ったけど、まあちょっとね、そこサードのところをセカンドで走りゃいいのかなぐらいのレベルなもんですよ、うん、これがねマニュアルの良さなんで。どっからでもモリモリパワーあるなんてね、125じゃありえないんで、そういう忙しさもこういう軽排気量車ならではね、まあそれも楽しみの一つなんじゃねえかなと思いますが。この環状2号線っていうのがね、もう本当ね、地元でもね 50cc の方なんかもうえらい苦労してます。まああんまり 50cc で走らない方がいいですけどね、30キロ制限でこんなね、道路だって60キロ制限ですけど、本当ね80キロ90キロって吹っ飛ばして死亡事故なんかよく出るような道なんですよ。しょっちゅう白バイの方なんかも走っておりますよ。しょっちゅう捕まってる人見ます。本当ね、あんなとこで飛ばすなっつーの、本当ね。まあ、全体的にプアな感じがあるというか、まあ、しょうがないよね、街中走るような125だもんね。
そろそろ東神奈川ですね。この辺がね、だいぶ横浜のね中心部近づいてまいりましたけども、ただ別にちょっと遠回りしてますけどね、うちの店からここまでね10分15分圏内ですよ。横浜のみなとみらいの方とかなんかったってね、まあそんな30分までかかんないのかな。瑞穂ふ頭へ入りますね。ご存知ですか？泣かないで泣かないでいやー懐かしいねこの辺。あ、なんだあのビッグスクーター軍団はまだあんな人たちがいるのか。すごいすごーい、エレクトリカルパレードみたいだ。瑞穂ふ頭の方へ入ってきました。この辺なんかも割とあれかな、昔ドラマの撮影なんかでよく使われたような辺りなんじゃないかな。結構ね横浜のシンボル的な、シンボル的なって僕らの古い世代なんかはちょっとたまらん場所なんですけどね。そう、今日のことがあるからちょっと舘ひろしの歌とかなんかさあちょっと聞いちゃって、なんだっけ、 It's alright now okay open your heart、 俺あっちの方が好きだったんだよな。知ってる人いるかな。自由の矢を放て、あ今夜はつーね、ちゅう感じのね。おお、あれはあの辺に見えますのがスターダストとね。おお、ちょっとじゃあ経由して、もうここあそこは先は立ち入り禁止なんだね。そうそうそう、何 U ターンするコースなの？U ターンするコース？アメリカ入った。おお、あそこそっか。いや、もちろんもちろん。Do you speak English?もうみなとみらい入ってきましたね。こっからは夜景がすごいで、夜くんのなんか何年ぶりかな。ゴージャスです、ゴージャスな夜景ですよ、独り占め。観覧車見えますね。映ってるかな。西口の方も見えますな。今度飲み会やんのあの辺ですよ。
ね、夜景ういね、ういでしょ、うわよかったね。あ、いやなんか久々にワクワクするな。やっぱり横浜の民は絵面有利だな。楽して楽していい絵面が取れるな。次の信号も渡ったらもう上がれんがなんだよね。ああ、どっか止められとかあっかな。その辺変なとこ止められねえもんな。うん、まあまあブラブラしてみようよ。うん、おお、観覧車でかーい。まあしょっちゅう来るけど。お、すげえすげえ、万葉クラブが満車だ。へえ、温泉皆さん好きね、やっぱ。この時間帯だからクリアシールドにしてるんですけどね、お姉ちゃんなんかがいてもガン見できないのがクリアシールドの欠点だな。おお、もう戻り出て押して歩くじゃないじゃん。ああ。出る誠。別に興味ねえんだけど。全然映えない写真で。ああでもな、映えるよな、夜景は綺麗だな、すげえな。向こうが赤レンガなんだけど人が多くて突入できませんでした。ちょっと暗いっすな。暗いっすけどね。GSXR ちゃんとスイスちゃん持ってきて遊びに来ております。誰だか分かります？なんかちょっと誠が一生懸命綺麗な写真を撮ってくれてますよね。夜景ちゃん、お、ランドマークタワー。いや、今のところね、みなとみらい周辺をさまよってあちゃこちゃね。いや、なんか楽しいな。なんかバイクにもだいぶ慣れてきたような感じで、うん、いいね、ランドマークタワー映えるね。うん、いいね、いいね。なんか乗ったり降りたりさ、押したりさ、だいぶマシンに慣れてきた感がある。そのうち手足のように操るようになるから、ちょっと皆さんお待ちください。これは映える。うん、すごいね、こんな。あ、そう、ここいいね、綺麗綺麗。ワールドポーターズの裏か。はいはいはい。
大体がもう、うん、まあここでちょっと写真撮らせてもらうぐらいはいいですか。はい、山下公園へ向かってまーす。ちょっとブラブラしよっかみたいなことでね、氷川丸なんかも、あとはマリンタワーなんかも見える場所です。なんとなくもうやることなすことおしゃれだよねこの辺は本当に。山下公園のパーキングに到着。このシステムいいね。え、もうちょい前、指入れ現金って書いてあるよ。誰が入れんだこの指を。あ、届かない来た。あれまだ俺せっかちなのかな。であそこで金払って出りゃいいのね。うん、 OK、 分かった。皆まで言うな。分かった。おしっちゃ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 。はい、マリンタワー。老人魚館。はい、マリンタワー。はい、ママコちゃんと散策中。ここ山下公園です。なんかカラフルな、ド派手な、はいはいはい、船が。あ、本当だ。あ、なんだあれは。遊覧船。な、何号だあれは。なんか遊覧船が戻ってきた。何号だ。ここはあれでしょ、ナイトクルーズとかできたやつじゃないの。はいはいはい、あ、まあ、うん、そうそう、マリンシャトルとか、なんか何号だっけな。あれだからほら、マーリンルージュで愛されてのマーリンルージュ号だよあれが。サザン好きにはたまらない。たまりませんな。だからあれですよ、なんだボーリング場で何して大黒ふ頭で虹を見て、ね、愛されちゃうやつね。愛されちゃうやつ、愛されちゃう夢の後。横浜っぽい。すごいね。いや、子供たちとよく氷川丸見に来てね。俺もちっちゃい時何回入ったかわかんねえわ。犬の糞は飼い主の方は持ち帰ってください。当然です。オートバイは駐車場をご利用ください。あの駐輪場、あれ公園の外に止めれてたのはもう何年も前だ。あ、そうなん。あ、そうか、なんだ、誠知ってたのか。なんだ、なんか反応悪いなと思ったんだけど。だから駐輪場あったっけかな。いや、だって前はずらー並んでたんだよ、公園入り口のところに。そうそうそう。許可が必要です。もう今はあれですよ。ちゃんと駐車場で野鳥を自然に戻すため入れないとダメです。だそうです。どうもすいませんでした。ハトやカモメに餌を与えないようご協力をお願いします。はい、氷川丸来ました。また当公園内には釣り糸などでもう入れないの。もう終わってるよ。何時だっけ。夕方で終わるよ氷川丸。生き物を大切にするため脅かしたり置いてきたりすることはやめてください。夜の山下公園で来るの初めてかもしれない。いやー、俺も何年ぶりかな。もうマンズ本当若い時だな。16ぐらいの時でも来たけど外だもん。中入ったことないよ。え、何誰が歌ってるの。
誰が歌ってます？イベントとかではなく多分ストリートファイター？ストリートファイターか。マジか。うちの覆面メカニックがこういうの大好きなんだよね。あ、そうなの。歌がね。あ、歌が声が甘い。おっさん二人で歩いてるなんかうちらぐらいだよ。かっこいいやん、逆に。逆にかっこよくない？そうなの。ケンタ、誠知ってたか？アムロちゃん引退するってよ。知ってるわ。特にこう、まあ、ホットな話題もなく、ホットな話題もなく広がることもなく、なんかね、時事ネタなんてもねえな。テレビを見てないから最近のネタが入ってこない。お仲間さんと集まるポイントとしてはどうかで。ああ、まあ。でも駐輪場なんかあんな整備されてて安いしさ。まあね。でどう？この公園であのだるまさんが転んだをお仲間さんとやる。だるまさんが転んだを。うちの仲間さん年齢層高いからちょっときついかな。鬼ごっことかだるまさんが転んだ。あの怪我人が出ます。いやでもうちのお仲間さん年配の方体力あるよ本当。いや体力があってもあの頭で思ってるのと体がほらついてこないから。ついてこないから。この辺のこの広い芝生で ねお仲間さんとピクニックってちょっと合わないかな。うちのななんか飲み動画のオフ会でここでピクニックってちょっと似合わない感じがする。この辺があれだよね、有名なホテルだよね。なんつったっけ。意外と知らない。意外と知らない、うん。趣があるね。綺麗ねこの辺。ただライトアップされてるだけなの。どこ書いてあったの？あの右側の廊下で見えない。見えねえな。あ、本当だ。横浜開港159周年、来年160周年ですか。この港を開きなさい言われて、あれか。もう160年ですか、来年で。すごいね。まあここへ来ればよくあそこのマックで買い物をしていたけどな。ここら辺で買い物したことない。子供たちとマックでハンバーガーを買って山下公園で食べる。これはね定番のルートだね。そのマックの隣にあるあのお店がなんかパンケーキですげえ行列ができちゃうやつ。ああそうなの。それ知らない。入ったことないから。すげえ行列ある。ほい。俺はあのマックの前にいるドナルドと写真を撮ったことがあるぐらいだな。誰しもがやるやつだね。あ、やるやつだね。偉人さんにシャッターを押してもらったことが。はあ、ブラブラ山下公園を一回りして回ります。疲れた。足に疲れた。普段こんなに歩かないの。まあ、なんかな。でもこういうことでもねえと出てこねえな。なんか俺は出てきてよかったな。いや、久しぶりにこう夜出かけたから。なんか行っちゃった手前しょうがなく出た感はあるけど。ねえ、そんなことでもしないとこの時間にブラブラしないじゃん。そうね。やっぱね、出たら出たで楽しいもんですよ。そりゃそうだ。やばちゃん、
でもなんか久々に乗ってだいぶいい感じが戻ってきたかな。少し乗り回してみて、まあやっぱね乗ってないと感覚も戻ってこないと思いますんで、ちょっといい機会だったなとは思いますね。ちょっとやっぱりいきなりナンバー外してサーキット走行っていうよりも、こういうのをちょっと何回かやって体慣らした方がいいなって感じはちょっと今日の感覚ではありますね。自分の感覚の中ではもう本当恐ろしいほど乗れてないっていう感じがありますんで、もうちょっとこう体にオートバイ馴染ませてからサーキット走行の方挑みたいですけどね。だからまあこのまんまね一回サーキットに持ち込んじゃってもいいですけどね。フォア部品とかなんかつけたままね、ライト周りなんかテーピングした状態で、ショートコースなんかを走れるような機会があればナンバー外す前に一回やってみたいなっていう気もしますけどね。ちょっともうちょっと街中をこういうペースでもいいので走り込んで体に馴染ませたいなっていうのは改めて思いましたね。リハビリちょっと長引きそうな気しますよ。さあ店の方まで戻ってまいりました。またこんな機会があれば、まあちょっと僕もね、じゃんじゃん乗っていかないと間に合いませんよ、いろいろと。はい、またこんな機会があればね、動画も撮りたいと思います。